い、どうも皆さん、こんにちは。ナオトエンターテイナーロードの時間がやってまいりました。ナオトです。さて、今回はですね、視力検査をやってみたいと思います。いやー、ありがとうございます。視力検査ね、かなり久しぶりにやりますよね。あれじゃないかな、視力検査、大学4年生以来じゃないですかね。視力検査やってないですからね。今、メガネかけてるんですけども、今の状態でメガネかけてどこまで見えるのか、果たして、そしてメガネを外してどこまで見えるのかね、楽しみでございますね。でもメガネ外したら相当悪いと思うよ。でもメガネかけたら全然自信はない。今メガネかけてるって言ったけど、そこに外してる。ごめんね。そうそうそう、ごめんね。完璧に今のボケ出ましたね。ごめんね、ごめんね。メガネ今外してるんですけども。でもとりあえず、視力検査です。それで始めていきましょう。Let's go!ね、視力検査始めていきたいと思います。まずはね、メガネかけた状態からね、やってみましょうか。もちろんね、ちゃんとね、片方ね、隠してから、もちろんね、当てに行くので、はい。手でね、隠すんだよね。はい。じゃあ、早速いきます。よっしゃー。じゃあ、これ。よっしゃー。はい。左。どう？止まっていってもダメかもしれない。斜めとかあるよ。斜め？斜めある。斜め嫌がらせやん。どう？すぐ違うね。ちょっと待って、いやいや、そんなはずない。え？上。嘘、ちょっと待って、え？2番目から積んでる。斜め上とかじゃないよね。斜め上って。ここ。そんなあんの？マジか。3番目は、こっち。え？あ、下や、下。え？もうダメだよ。あ、右上、右上。それは、あれなんで。あ、合ってる。下はちょ、奥、これ、5、ね、5、うい、5本で 0.5。 あ、5本で 0.5、 5本で 0.5 か。やべえ、この視力検査ね、むずいからね。斜めとかあるからね。よし、じゃあ左目。うわ、左目あったんだ。これが、次、一番左目ですね。これ。はい、右。はい、こっち。はい、はい、こっち。右。右目違う。うん、違う。ゲームオーバーってことで。まあ、ええんちゃう。大体、この辺で止まるよね。0.3 で。一応ね、距離ね、めっちゃ遠いんですよ。ナインとかまでいってます。ということでね、結果はね、右が 0.2 で詰まっていて、左目が 0.3 で詰まっているという感じでしたね。まあ、そりゃそうですよ。だってめちゃめちゃ距離離してますもん。まあ、そりゃ、ね、あるよね。では続いて、メガネなしバージョンでいきたいと思います。やべえ、ちょっと待って、すっげえ見えねえ。ぼやけてるもん。やべえな。やべえな。上。めっちゃちっちゃい。めっちゃちっちゃい。上。やべえ。マジで。み。え？ 0.2 っすね。じゃあ今度左目に行ってみますか。はい。じゃあ真ん中行きます。はい。真ん中ですね。あれですね。下ですね。あ、これ右なんじゃないかな。うそ。指さしてるところどこか分かってる。あ、上でしょ。ああ、そっか。左斜め上。ここのこと言った。2番目ってことか。これは正解。あ、マジで。おっしゃ。
全然見えない。一番上かな。違うね。マジか。これ上だ。上か。上だったか。今ね、あれなんですよ。まあ、ちょっと言い訳するんですけどもね、実はね、僕、コンタクトつけてないんですよ。だからかな。はい、まあ、ということでね、まあ、結果なんですけども、メガネなしバージョンは、全く見えてなかったです。メガネつけて 0.3 と 0.2 で。うん。メガネつけて、0.10 っていう感じ。全然見えてないみたいな。うわー、やばいね。まあ、ちょっとね、白く回復できるように頑張ります。いやー、あれでしたね。視力検査ね、久々にね、やってみたんですけどね、まあね、もちろんね、難易度めちゃめちゃ高いんですよ。だって距離めっちゃ離してるからね。まあ、本来の視力検査だったら確かめっちゃでかかった気がするのよ。視力検査のその、まあ、貼ってるやつっていうか、貼ってるやつ確かでかかったと思うよ。だってさ、めっちゃ文字ちっちゃいもん。でも俺よく頑張った方じゃない？それでも。うん。めちゃめちゃ遠い中、メガネありでなんとか当てられて、うん。成長したんじゃないかな。うん。視力がね、2.2 とか、2.2 ってあったのかどうかわかんないけども、まあ2とかね、オールだったんで、中学の時までは。なのでね、ちょっと、そこまで戻せるようにね、なんとか対策、立てます。ということで、今回はですね、久々に視力検査をやってみました。最後までご覧になっていただき、ありがとうございます。以上、ナトエンターテイナーロードの時間でした。また、いつかお会いしましょう。 See you! 皆さん、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、SNS のフォロー、よろしくお願いします。また、いつかお会いしましょう。See you!